はい、皆さん、こんにちは。ハロー、ハロー、ハロー。グッド、シーユー、アゲン。ということで、えー、帰ってまいりました、<laughs> 政家正樹でございます。はい、えー、お久しぶりでございますが、えー、今日もですね、CSO 特ウェーブ担当の政家正樹でございます、えー。お久しぶりというのもですね、あのー、しばらくこの1週間ぐらいかな、あのー、アメリカの方に行っておりまして、えー、8月16 17、18とですね、3日間、アメリカの方なので、カリフォルニア州、パサデナ市というところでですね、開催されました、ジャパン・ワールド・ヒーローというです、ね、コンベンションに参加してまいりました。出店をしましてね、CS ・トイズの方のおもちゃの方もですね、あの向こうにあの船便で送りまして、で、現地で販売ということをやってまいりました。今年が初めてのですね、イベントなんですね。 で例年あの、いつも、ね、番組の方でお話ししておりますけどあのパワーモフィコンというです、ね、イベントこちらの方は2年に1回あのアメリカその同じパサデナとかあの去年はアナハイムだったのかなで開催されてるんですけどそれちらの方は、ね、もうは過去 6, 年6回ぐらい、ね、参加してきておるんですが、えー、その中1年というかねあのやっぱこれも各年で行われるジャパンワールドヒーロー。 昨年開催されて、か一昨年開催ですね、されまして、えー、今回あの2回目ということで、えー、ちょっと、まあ、特撮っていうですね、非常にこの幅の広い範囲なんですよね。あの今まであのパワーモフィコンっていうと、もうパワーレンチャーイコールスーパー戦隊、ね。この系統が強く出た、あの非常にこの、まあ、かなりコアな部分だけでの,のイベントだったんですけど、それでもですね、 非常にたくさんの客層っていうか、が増えてましてで、これはいいよねっていうのが向こうの主催者の判断なんですよね。で、そこでその、まあ、本来主催者さん、スコットさんという方がいらっしゃるんですけど、その方がねあの、もっとこう、特撮、パワーレンジャーじゃなくてね、もっと広い範囲での特撮をやりたい。だから、ウルトラマンも入ってるし、仮面ライダーも入ってるし、とにかく名前通りですよね、ジャパン・ワールド・ヒーローズ。 という名前が表す通りでございますが、えー、もちろんゴジラもガメラも入りますよね、えー、そういう特撮に関広い範囲での、えー、イベントにしたいということで、えー、2回目で今回行ってきたわけなんですけどね、まあ、今日はねちょっとその辺の、ね、お話と正解、えー、お客さんから頂きましたあのねリスナーの皆さんのリクエスト交えながらですね、えー、進めてまいりたいと思いますよさあそれで、えー、ねあのー、今日はのイン まあ今日は実際これ生放送でないんですよね。収録なんですよ残念ながら。あのいろいろちょっとあのスケジュール上の都合がありまして今日収録であの会館のチャットの皆さんとはですねちょっとお話ができないんですけどちょっと一言ねご挨拶しておきましょうかね皆さんにね。あのどちほど多分見ると思いますので。Hi everyone, thanks for watching and listening to the s s t o Talk Wave and this is the Masaki Sekke and this is the、uh, recording of the s s t o Talk Wave the 326. Wow. Okay. So uh, I'm I'm going to talk about uh, just a little bit about the uh, my experience for the uh, Japan World Hero. Uh, it was the first time for me to be there, and, and uh, I just spent a wonderful, wonderful time with you and many fans and Tokusatsu fans there, and uh, I really enjoyed that, that event. And so uh, today I'm going to talk about it. 今回ね最初の曲はレナードさんのリクエストでござい。まますねね最終回を迎えました仮面ライダーーーージオオののの、ね、主題歌、えー、ここーバークォーもうこの、ね、あのほぼ1年ずっとかけてまいりまししたたけどねねいよいいよいでしたです、ね、はい、ということで、さあそれでは曲を聴いていきましょう。Let's listen to the Over Quarter, the request by the Leonard, and here it is. さあ、えー、ガングレビューの時間でございます、えー、今日もですも、ね、最新のおもちゃを持ってまいりました、今日はですね、はい竜曹でからです、ね、輝きソウル暗闇ソウルセット、こちらを持ってまいりました。 え何かというとですねやっぱりウソウルなんですけど、えー、物語の中に出てきましてですね、あのー、ラプターっていうねあの恐竜のまあ流れになるんでしょうけど、えー、その彼らがですね、えー、まあ自分たちのパワーを込めた、あのー、2つのねウ、えー、ソウルを出しました1つが真っ白な輝きソウルもう1つが暗闇ソウルで2つともヒーローが使うんですよ。これちょっと面白くないですかね あのヒーローって考えるとなんかこう特に暗闇ソウルなんて絶対使いそうにないんですけどその闇とそれから輝きこの両方をですねちゃんと使うということ、ね、でちょっと今あの開,けた開けてみたいと思いますけど、ね、あ面白いちょっと今初めて見たんだけどねパッケージに、ね、セット内容で「輝きソウル暗闇ソウル」ってほらな中に何が入ってるかってこう書いてるわけなんですけどね英語が書いてるんですよ。 でね輝きソウル1個入ってるわけですねそこの後にねメイドイン・タイランドもう一つ暗闇ソウル1個入ってるでしょメイド・イン・ラオスほうこれはちょっと今まで見たことない展開ですね輝きソウルはタイで作って暗闇ソウルはラオスですよラオス初めて見た僕はあのおもちゃ屋さん初めて10年経つけど特撮系の ものでラオスで製造？ちょっとすごいんじゃないこれ。いろいろ変わってきてるね。さあ、えー、ちょっと開けてみましょうね。もうそらいいことですよね。ラオスにとっても経済効果ありますからね。そのこういう工場ができるっていうのはいいね。あ、バンダイすごいな。はい、えー、ちょっと開けました。これ初めてなんでね、これね、ま、切るところから始めましたけど、えー、開けてみます。 内装はね、意外とね、あのないあの意外とシンプルなあの袋に入ってますってだけなんですけどね。あこれね、それから白いのと黒。はい。あ綺い。あのね、今ちょっと手元に持ってるんですけどね、えっ、ー、と、輝きソウルと暗闇ソウル。輝きソウルはし基本的には白なんですけどね、白と言っても真っ白じゃないですね。あのくち,ょちょっとクリアが入っているパールホワイト。 その感じねこれちょっとこう真珠の輝きみたいな感じが出てますね。で当然 DX バージョンですので、何、えー、ていうの、あのー、騎士竜っていうか、まあ、メガゾートですね。ロボット形態のためのね、えー、顔とか、あのー、胸のアーマーの部分だとかですね。ちゃんとここ金色でちゃんと塗装がされておりますね。これかっこいいですよ。はい、で、えー、ちょっとね今、これ形がねソウルモードってのがあるんですけど、えー、いわゆる ねえー、騎士竜の横側出てきますけどね。はい、でこれ横のボタンを押しますとパチッといやこっちかパチッとという形で、えー、ナイトモードになったりとかするわけなんですね。で今度あの、ねえー、暗闇ソールを見てみましょう。もう暗闇ソールはね、まあ、完全に黒なんですけどあちょっと紫が入ってますね、はいあの。やっぱりクリアパーツを使ってる様子ですね、はい、一部ね。 あのクリアーパーツといってもはっきり言ってクリアじゃないんですよ。あの紫色であ確かに確ちょっとこうかすかに向こうが見えてるかもなっていう感じのちょっと渋い作りです。で当然黒の,あのベースのカラーですのでそこにこのゴールドのラインと赤いね恐竜の目とそれから紫であのマスクがあの目のところがねデザインされてるんですけどねこれ渋いですね。これかっこいい。これはいいっすな。 はい、でこれを使って、えー、変身をするわけなんですが、まあ、とりあえず、ね、まずは、まあ、音は限られているんでしょうが流層、えーね、チェンジャーで、はい、やってみたいと思いますよ。流層チェンジ、まずは、ね、こちらの、えー、白の方で輝きソールですね。これをやってみたいと思います。で電源が入ってますので差し込みます。はいはいはい、ーーチェンジいきますよ こういうことになるんでございますね。で、えー、一応念のためボタンも押しておきましょう。こちらの赤いボタンを押しますと、いはいこういうことになってます。超いけそう。で今度は一応黒ね、えー、この暗闇ソウルも念のためやっておきたいでしょうね。よ入れます。 強流ソウルって言ってますねやっぱね。はいこのあたりはね他のね、えー、音と同じでございます。まああの流装チェンジャーはね音がね限られてるんですよ。えー、やっぱりこうメインでねいろんな音が発動できるのはなんといってもこちらはい流装剣でございます。ウウはい。 さあこれからですねでまずは、えー、こちらのですね輝きソールを入れてみましょういいよいきますよ輝きソールそしてこれあの鳥が弾いたんですねなるほどこういう音がするわけですねそして 突たたくになってるわけですね。はい。えー、今のがですね輝きソウル。今度は暗闇に行っていきましょう。暗闇ですからね。どんな音だろう。暗闇ソウル。渋いぞ。はいはい。これがねトリガーを引いた時の音でございます。では、えー、必殺アタックいきましょう。 いきますよ。<闇>はい、こういう感じのこ音ですね。すえー、今回ね、あのアメリカにいた時もですね、こちらのあの流装券の方は販売したんですけど、やっぱりね、みんなね、流装ルは冷たがってますね。 常に最新の情報をチェックしているということで、実はもうこちらの輝きソウル暗闇ソウルセットの方はですね CS Toys の方のウェブサイトでもう予約販売もしてまして、たい半分ぐらいかなもう売れてるんだと思いますが、今回ね、1ケース、ドーンと来まして、ですねえこれからねあのまあたくさん売れるということであの楽しみにしてるわけなんですけどね、どうでしょう。 ねえー、ぜひね「かきソウルくらやみソウルセットあの、ねえー」パワーアップの,あの形になりますしで今回はねこれ2つはねあのちゃんとメガゾードとあの合体させることができますので「騎士竜ネプチューン」それから「騎士竜王」と。 それぞれの,、ね、あの力を使うことができるということでねあの雰囲気も変わってきますやっぱりコレクターとしてはですねちょっと集めていただきたいなと思いますよまあ,あの、ね、購入の場合はですねお近くの、ね、おもちゃよりは玩具コーナーで,ですね探していただきたいと思いますねということで、えー、今日のね最新のおもちゃの方は、えー、リュウソージャーからですね輝きソウル暗闇ソウルセットでございましたさあ ということで、えー、曲の方に行きましょう。えーまあリクエストの方ね、またね、いただいておりますので、えー、こちらはですね、やっぱりまあ、この曲で行くでしょう。えー、ボルト豪華さん、いつもありがとうございますね。Well, thank you very much, ボルト豪快。a n here's the request of music、And、from the、uh, Dew Soldier.Dew、ね、Soldier でございますよ。はい、これで行きましょう。えー、k e b o n Dew Soldier. さあ今日もですねたくさんのリクエストありがとうございます3曲ほどですねメドレーでかけていきたいと思いますよまず最初はですねビクトリー・ウーバーレッドさんありがとうございますいつもねリクエストいただきました I just can't find ways to describe how good this ending theme is この曲、エンディングなんだけど、えー、本当によくあのできているなと、大好きな曲でございますということで、えー、聞いてほしいということですよね。ありがとうございます。メガレンジャーからですね。So、uh, here's the,、uh, the Victor y u b e r Red One and a Request a Thank you. And here's the、uh, from the Mega Ranger Ending: 気のせいかな電磁戦隊メガレンジャー。 All right, so moving on to the next music, and uh, it's over nine thousand men. As always, thank you very much for your request, and here's the, uh, our favorite, your favorite too, from the Carbon Lighter, Amazon's Amazon. はい、次、right, so uh, <laughs> えー、のレースキル73は、このレースキル73のレースキル73のレースキル73のレースキル77のレースキル77のレースキル77番目のレースキル7番目、えー、のレースキル7番目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  Thank you, and here's your request: music from the coming decade, journey through the decade. はい、さあ、それではですね、えー、ラッキードローの時間でございます。はい、えー、今回もですね、リクエストいただいた方たちをですね、ルーレットの中に入れまして、えー、回します。そして、当たった方にですね、えー、c s トイレー s の方から500円の商品券をメールにて送らせていただいているということで、えーね、次回の買い物の時に使っていただきたいなと思っておりますが。 はい、えー、さあそれではですねリクエストをいただいた皆さんのラッキードローでございますちょっと回してみますねいきますよさあ誰が当たるかな321 g o よおめでとうございます翔太郎さんですねはい翔太郎さんといえば すごいねラッキーだねだって最後の曲がね翔太郎さんのリクエストなんですよすごいなおい、えー、翔太郎さんリクエストでございます The song gets you into fast mode It's catchy and great c o u p l song、uh, Sung by 仮面ライダーエターナル Welcome back 大道勝美光松岡ということで、えー、この曲のねあのは本当にこのなんていうかなスピード感を持ったこの曲は大好きだととってもねあのこうキャッチーで えー、こう車に乗ってている感じっていうのが、ね、こう出てきます車キャッチ、ね、もうここでエターナの名前も出ましたんでね、えー、もちろんお分かりだと思いますけど、えー、これ「カメラエダードライブカー」ですサプライズフューチャーの主題歌になっておりますけどね、はい、この曲でございます。えー、ありがとうございました翔太郎さんね、はいえー、この最後の曲でかきたいと思いますが、まあ、今回ねジャパンワールドヒーローのイベントね、えー、振り返りましてですね、えー、とにかくあの海外の,あの皆さんの特撮熱っていうのが 盛り上がってきてるってててきるのは間違いないなですねで特に主催者の方それから現地のおもちゃ屋さんもそうなんですけど、えー、これからね連携していろいろやっていきたいねっていう話で盛り上がりました、まあ、トのクウェーブとしてもですねまた CS トイズとしても、えー、この流れをですねどん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 進めていきたいなと思っておりますので、えー、これからもですねいろんなエピソードあの今回インタビューいただきましたんでね切り、えー、まあちょっとこう細切れになると思いますけどいろんなエピソードをねあのどんどんご紹介していきたいと思いますのでぜひチェックの方してください。 all right so thank you very much everyone and then here's the last song from the request from the show Taro, and of course surprise future i hope you surprise for this one all right and thank you Mitsuru drive from the common letter drive re-ray and i'll talk to you next week thank you